お取り込み中のところ大変失礼します。ちょっと今日は風俗習慣保存会のことについてちょっとお話を伺いたいと思ってお邪魔しました。しめ縄を皆さんが作ってますよね。これ毎年やられてますよね。この季節恒例というか、今日は何名ぐらいの方を指導されるんでしょうか。今日は一応市の方から要請があったのは18名ですか。風俗習慣保存会はだいたい何年ぐらい前からやられてるんでしょうか。多分45年ぐらい。正月だとどんと焼きですか。そうですね。スニッパー集めをしてどんと焼きを組み上げると。そうですよね。あれまた竹で組んだりね、立派なものを作るわけでございますけど、皆さんが力を合わせて、やるという、これがまた素晴らしいですよね。春先には正常殿の田植えですか。そうですね。一番年度始めの行事として一番最初はやっぱり田植えですね。田植えが6月ですか。お子様たちがね、田植え体験ということで、いいことですね。とてもこれこの辺で毎年行われているそうですね。毎年ですね。ね、天気が良くて、そしてこれでできてきたお米で お餅を食べたり、そうそうそう、お祭りで使ったり、しめ縄を作ったり、そうですね。すごいな、素晴らしいですよ。八木原諏訪神社に奉納するような大しめ縄、それとか今日やられているようなしめ縄教室とか、そうですね、そういったものに使うためのしめ縄専用の藁というんですかね。そうですね。そのしめ縄用の藁と、あと一応神社で使ったりする、あと春の例大祭ですか、はい、そっちの方で使うもち米、それも、もちですね、もち米も一緒に同じ田んぼ でそれ以外にもいろいろと風俗習慣というのは、八木原地区というのは他にどんなものがあるんですか。2年に一度の夏の出し祭りですか。はい、ちょうど今年、ちょっとコロナの影響で1回中止になったんですけど、4年ぶりに。そうですね、それになりますね、はい。ちょっと暑かったんですけど、成功したいいお祭りだったですよね。そうですね、はい。八木原諏訪神社、初詣来た方は皆さんびっくりされて、その前でインスタグラムとかね、写真を撮るんでしょうけれども、皆さん大きなしめ縄どうやって作るんだろうとみんなね首をかしげて帰ってますけれども、今年ももうすでに作られたと。そうです。今回特にですね、藁がね出来がいいんですよね。はい、皆さんなんか一生懸命作っています。やっぱり自分の家に飾るものですからね、自分の手で作るという手作りですから、はい、そういったものも大事なところではないかなとは思いますけどね、はい。それにしてもそのメンバーの絆というか、今何名ぐらいの方が保存会にはいらっしゃるんでしょうか。今現在会員のメンバー42名ですかね。若い方は何歳ぐらいですか。一番若いのは28歳の方がいる、はい。そして最高齢というんですかね、一番目上の年上の方は、最高齢は安倍さんが78歳。幅広いですね。年配の方がね多いので、もう若い方はもっとどんどん入れて入ってもらって、八木原の方に限るということですか、メンバーは。そうですね、一応原則的には八木原の住民というところが、仕事をリタイアされた方、はい、自分の時間が持てるような年代になった人も入ってきてるような、そういったところもありますけどね。
いいですね。なんかちょっと普通のアウトドア趣味とはちょっと違いますよね。そうですね。大事なものを守っていくと、はい、いうことですよね。まあ、いろいろなことがまた元の通りできるようになったので、まあ、来年あたりはそうですね、会の活動とは別のところでも、まあ、みんなで懇親旅行みたいな、親睦旅行ですか、はいはい、そういったものもまた、あ、そういうのもあるんですね、いいですね。来年あたりはもう少し人数を増やして親睦を図れればいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、今後も引き続き附属週刊保存会の活動に、大いなる期待を、はい、させていただきたいと思います。はい、どうもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。